号第2023年の問題を説明します。定積分、ルート1を含定数これこれの値を求めなさいと、この問題ですけど、これはまあ部分積分を利用するが、ルート X は X の2分の1やな。でこれをまあ F'X と置こうか。で、これまあ変形したら、1の4のルート X の6の X 2乗っていうのは、この2乗点の外へ出せるから2倍で1の4のルート X の 6X が、で、6X をこれを GX と置いたら便利な、もうこれ、G'X は、これ X 分の1なんですね。これでちょうど便利な。で、F'X。これ F'X と置いたら Fx は、これは X の、2分の3乗やな。3分の2の X の2分の3乗で、ね、こういけんね。でこう置くとね、この値、この値は、これ 6X の dx と。この値はこれが、部分積分の値、を使って変換を使ってね、2倍の、3分の2の x 2分の3乗で、6x の、これ21から4がマイナスね、21から4の3分の2の x の2分の3乗の x の、分の1がで dx。これが、FX で、これが GX。ここは FXGX で、で、こちらが2分の3乗って書いてるけど、これが FX で、これが G'X でな。これが F'X とで GX でな。この部分積分の公式ですよね。公式でこれ解いていきます。で解いていったらどうなるかというとね、これは計算すると3分の4やな。3分の4でここ4入れたら、2の3乗やな。2の3乗で8倍の6の4になるかな。で引く1入れたら11で1入れたら61は0やな。61は0やからで、ね、マイナスの1から4の、で、ここは、X の2分の1とか、これ X マイナス1だもんな。で、DX。ここなんですよね。こうなって、これ計算すると3分の4の、これ2、2、こういうと外へ出したら、16の6が、マイナス、3分の2か3分の2のここ、1から4やな。で1から4で、これは8引く1かな。これを計算すると2分の63分の6と4と6に9分の5と79、3、6、7、55か。はい、こういう形になります。はい、終わりました。